も皆さんこんにちは、ケンジでございます。本日はですね、ユニクロで今のシーズン絶対に買わないと損するアイテムを買い足してきたので、一応皆さんにご紹介していくんですが、今回ご紹介するアイテム、中にはめちゃくちゃ好きで夏それをずっと履いているっていう方と、逆にいやなかなかね楽ちんなのはわかるけど、どうしてもかっこよく見せるのが難しくてついて他のアイテムを着ちゃうんだっていう、さまざまな意見やイメージを持たれているであろうアイテムを皆さんにご紹介していきたいなというふうに思います。それがですね、そうショーツでございます。もうこの時点で、あ、なんだショーツか、俺はもうかっこよく着こなすのは無理だ無理だ、俺はもうショーツなんて履かないよって方も中にはいらっしゃると思うので、ユニクロで数多くのショーツが販売されているんですが、一番僕の中で皆さんにここのところからおすすめできるショーツをご紹介した後に、そのショーツをかっこよく見せる方法だったりとか、ショーツを履きながらモテコーデにつながっちゃうような完璧な方法を皆さんに伝授しますので、今日はいいとこ取りでございます。ユニクロで何のショーツを買えばいいのか、そしてユニクロに関係なくショーツでかっこよくコーディネートを組む方法について皆さんにご紹介していきたいというふうに思います。どうぞ早速いってみよう。はい、ということで本日は2本立てでございます。ユニクロで最もおすすめなショーツをご紹介し、その後にショーツを格好着る方法を皆さんにご紹介していきたいというふうに思います。ということで今回買い足したアイテムがこちら。はい、というこちらですね、イージーワイドフィットショートパンツでございます。はい、これがねめちゃくちゃいいんですよ。というのも僕ですね、過去ユニクロでね発売された時に全部買ってるんですね、全部のアイテムで。その時でもご紹介したんですが、まだその時はね2月とか3月ぐらいだったので、魅力をお伝えしてもね触りきらないと言いますか、まだまだね他のコーデとか春服に注目が集まっていた時期だと思うんですが、今回改めてねこちらのアイテム激っぱないので、良さだったりとかこちらのアイテムから見える皆さんがこの夏購入すべきショーツのポイントとかをご紹介して、その後にショーツのねかっこよく見せる方法などをご紹介したいと思います。ということでこちらのアイテムもうすでに持ってるよと、購入したよという方も多くいらっしゃるかと思います。でなんなら色買い足してもいいんじゃないかと思えるような、そんなアイテムなので優先順位ご紹介していくんですが、まず一番最初に買ってほしい色味に関してはブラック、そして次におすすめしたいのがオリーブ、そして次にこちらのナチュラル、この3色がおすすめなのと、今の順番で揃えていくのが間違いないかなというふうに思います。でしかもですね、今こちらなんと値下げしていて価格が1990円、めちゃくちゃ安いんだよね。もし値下げのシーズンが終わったら2990円には戻ってしまうんですが、2990円だとしてもこれは絶対に買いぐらい、夏僕らがかっこよく涼しく快適に過ごせるショーツです。というのもこちら程よく長くて裾幅がかなり太いんですよね。太いことによって足を細く長く見せてくれるわけですよ。あとは色味が絶妙で、まあ、特にオリーブなんかは中間色をついたような色味なので、非常にこうトレンド感が感じられるんですね。あとはナチュラルに関しては、まあ、着こなしはねぐんと難しさ上がってくるんですが、ただ今ですねこんなコーディネートやこんなコーディネートのように、僕自身もまあ白パンツをガンガン履いてるんですけど、純粋に白パンツがねめちゃくちゃ流行っていて、まあ、去年からもねリドムから白のショートをリリースするぐらい、まあ、非常にこうトレンド最先端のようなアイテムなので、後ほど後半部分にお伝えしますが、ショーツっておじさんっぽく見えてしまったり子供っぽく見えてしまったり、さらにはサッカーするときユニフォーム、そう今ユーロやってますがショートパンツなんですね。しランニングするときも夏のねランニング姿を想像したときにやっぱりハーフパンツなので、人が人のことをおしゃれだなと思うようになったり、清潔感だったり大人っぽさだったりとか、さらにまあ強すぎて個性がなかったり何かの印象に偏ってなかったりとか、トレンド性が重要なんですが、サッカーのユニフォームに美しい汗をかきながら運動するもんですから、美しいって言ったらあれですけど清潔感はそこにあんまり感じられなかったりとか、なのでショーツを履くという時点で元気いっぱいなイメージだったりとか、まあ、楽ちんなイメージだったりとか、まあ、機能性が運動着のようなイメージがついているので、かっこよく見せるのが難しかったりとか、ショートパンツを探そうとするとその分どん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 かっこ悪いショーツになってしまうんですね。でこちらのショーツに関して言うと、ユニフォームやランニングのショートパンツでありえないぐらい裾が広くて、なおかつ程よいね光沢感が感じられるような素材感で、後ほど履いた時に分かると思うん
んですが、非常にこうパリッとした張り感のあるような素材感なんですね。なのでそれが裾幅も非常に広いんですが、広い状態を常に保ってくれるような形状を記憶してくれるような形をしているので、めちゃくちゃねファッション寄りなちょっとおしゃれショートパンツなんだよね。かなこれがね自信持って皆さんにおすすめできる、そんなショートパンツなんですよ。あとは先ほど言った色味がかなりトレンド性を帯びていることによってめちゃくちゃいいパンツになってるわけですね。やっぱりこうショーツを履きたくなる時ってどんな時かっていうと、暑い時はもちろんなんですが、なんかちょっと楽に過ごしたい時とかも考えられると思うので、360度ゴムが反映されていたりとか、ドローコードもしっかりついていて簡単にこうウエスト周りを締められたりとか、さらにはねポケットがねかなり深く広いのと、ショートパンツたまにね片方だけポケットがないみたいなのがあるんですけど、しっかりと両おけつにねポケットあります。そういうところも非常にこう機能面的にも優れている超万能なパンツでございます。ということで実際にこれどんなシルエットになるのか履いていきたいというふうに思います。はい、ということですね、ブラックの S サイズから履いてみました。はい、着丈としては今腰元で履いているんですけども、膝の皿にかかるかかからないかぐらいのサイズ感ですね。で今回僕このパンツで推奨したいサイズが、ワンサイズ上に上げることがよりかっこよく見せれるサイズ感かなというふうに思うんですよね。というのも膝の皿にかかるぐらいではあるんですけども、中には皆さんの中で、僕が推奨するのは膝にかかるかかからないかぐらいのサイズ感、もしくは膝の下にかけるぐらいの方が僕的にはかなり皆さんにはおすすめで、運動着とかであるサイズ感って膝の上じゃないですか。あとは結構ね女性って本当にすね毛だったりとか足回りの素肌を見せてるのが嫌悪感を示す方が多いので、これぐらいのサイズ感だとね女性チックなミニスカートをね履いてるような印象に見えてしまうので、膝の皿に少しかかるか中間ぐらいの長さ、もしくはサイズワンサイズ上げて、せーの、はい、ということで M サイズ履きました。そうすると膝の皿のちょっと下ぐらいかな、7分の3、3出てて7隠れてるぐらいだと思うんですが、これぐらいのサイズ感にすることによって、先ほど前半部分に言ったようなランニングウェアに見えなかったりとか、ワンパク少年っぽく見えなかったりとか、あとはハイウエストで履いた時のワンチャンミニスカート履いてるんじゃないかと見えてしまいかねないサイズ感ではなくなるので、もちろんねこの着丈をね推奨する方もいると思います。ファッションはねかなり自由なのでどんなサイズ感でもいいと思うんですが、膝が隠れるか隠れないかぐらいのサイズ感が僕が強くおすすめするサイズ感でございます。でそうした中でこのアイテムの説明に戻るんですが、どうですか、すごくねパリッとした張りのある素材感がかなりね動いたとしても常に広い状態を維持してくれるんですよね。それが、かなり足のラインをね美しく見せてくれて、 A ラインシルエット、 I ラインシルエット、 V ラインシルエットという、スタイルがよく見えるシルエットがあるんですが、その V ラインシルエットに見えるサポートをしてくれるわけですね。なのでめちゃくちゃ優秀なわけですよ。でこのパンツがねサイドからポケットをガバッと、入り口がかなり広いので、バーベキューしてる時に何か携帯すぐ入れなきゃって時も簡単に入るし、なおかつ裾幅が広いのでめちゃくちゃ風がビュンビュン入ってくるわけですよ。かなり快適に過ごせるんですね。なんで土着層におすすめなわけです。でこのパンツがなんと1990円で買えてしまう、この事実めちゃくちゃ安い。でこれまだオンライン上だったらオレンジがね結構サイズ掛けしてるんですが、先ほど言った3色はまだまだ在庫あるので、しかも店頭にもね結構多く在庫があったので、この6月時点だったら、なんでもし狙ってる方いたらすぐ買った方がいいぐらいにめちゃくちゃおすすめなアイテムなので、下の概要欄にリンク貼ってありますので、よかったらチェックしてみてください。でそうした中でショーツをかっこよく見せれるポイントに関してなんですが、まずはじめですね、僕がここ最近やってきたショーツのコーディネートがこちら、さらにはこちら、はい、というようにですね、結構今年いろいろショーツを挑戦してきてるんですが、ポイントを簡単に5つ言います。でその前にくどいかもしれませんが、5つ言う前にショーツの持つイメージがですね、やっぱりドカジュアルなアイテムなんです。子供っぽかったりとか機能性が優れてるアイテムなので、超簡単に言うと綺麗めのアイテムを意識していこうねっていう話です。はい、まず1つ目、シャツと合わせるとかっこよく見えるよ。2つ目、ワントーンで色を限定していくとかっこよく見えるよ。3つ目、無地なアイテム合わせていこうね。4つ目、足元はなるべくシャープな靴を合わせていこうね。そして5つ目、小物レザー系のものだったりとかアクセサリーだったりとか意識してつけていこうねっていうようなことを意識するだけで、簡単にショーツかっこよく見せることができます。というのも、今ねユーロやってますけど、半袖のオープンカラーシャツを着ながら相手チームと戦っている選手見たことありますか？優雅にシャツを着ながら長距離マラソンに出演している方いますか？っていうように、やっぱりシャツを着るだけでショーツが持つイメージを払拭することができるんですね。例えば
はい、シャツを脱ぎました。かなり楽ちんな服装になったかと思います。なので楽ちんすぎるような、まあもちろんね超暑かったらこれで過ごすのもいいと思うんですけども、これにですねシャツを羽織ってあげるだけで、まあ、かなりですね綺麗めがプラスされたりとか、ワンパク少年でこれからサッカーしに行くぜ、これからお母さんの買い物手伝いに行くぜとかじゃなくて、デート服として、そして日常着のかっこいいコーディネートとして仕上がるのが、そう半袖シャツなので、よかったです半袖シャツと組み合わせてみてください。なのでナチュラルのショーツを履きながらとあるコーディネートを行っていきたいと思います。それがこちら。はい、ということでもうね39度や38度、いやなんなら40度をね想像してご覧いただきたいんですが、先ほども言ったように足元ローファーを履いてレザーのねバッグを合わせて素材の面でこう中和をしてみたりとか、足元をねこうシュッとシャープにさせることが重要ですね。逆に言うとニューバランスのね990の V5 とか、まあ、かなりボリューミーなので、それは避けていただいた方がいいかなというふうに思います。あとはコンバースとかね、そういったスニーカーの方が相性がいいかなというふうに思います。あとは先ほども言ったように、まあ、シャツ非常に相性がいいのと、あとはこのユニクロ U のシャツなんですけども、ちょっとねこうトレンド感のあるような、少しブラウンはブラウンでもなんかちょっと深みのあるグレーが足されたようなブラウンが、こうナチュラルのショーツを合わせても同系色でコーディネート組んでいて多少トレンド感があるというところだったりとか、あとは手首周りにアクセサリーをね多少つけてあげることで、楽ちんなねショーツから普段のねコーディネートとして消化することができます。でもちろんこの中にはストリート好きの方とか、あと全くね僕の好みのファッションの系統とは違ったファッション好きな方とかもいると思うので、そんな方は自由にねコーディネート組んでいただければいいなというふうに思うんですけど、僕みたくシンプルなコーディネートが好きとか、清潔感があるコーディネートが好きなんだとか、あとはたくさんの方からおしゃれに思われたい方っていう正直な方はですね、涼しくねショーツのコーディネートを敷く上で今お伝えしたようなポイントをぜひ守ってみてください。あとはブラウンのシャツじゃなくても、はい、今年であればこのようにですねワントーン意識してもう完全に同じ色彩でコーディネートを組むのもショーツを履いていく上ではかなり涼しく快適に見せるようなポイントなので、よかったら意識してみてください。あとはウィムアタッチメントのアイテムなんですが、シャツを使っていなくても同素材同士のものであればかなりセットアップ風にショーツのかっこいいコーディネートが出来上がります。でこれなぜ今ワントーンのコーディネートを推奨しているのかというと、いわば綺麗めの最強ってスーツなんです。ビシッとシャツを着てネクタイ巻いてジャケット羽織って同素材の同カラーのアイテムをビシッと羽織るからこそ綺麗めな印象だったりとか冠婚葬祭にも向いているわけですが、その印象をどうにかこうにかしてショーツに持ってくることで綺麗めな要素が足されてカジュアルにはならずにかっこよく着ることができるんですね。なのでウィムアタッチメントのこちらのコーディネートやこちらのコーディネートはありがたくもね好評いただいていますし、そんな感じでぜひ皆さんも参考にしてみてください。はい、ということでもう1コーデ組んでみました。無彩色の中でコーディネート組んでるパターンですね。まあ、色合わせの教科書無彩色編有彩色編をアップしたんですが、基本的には無彩色はですね非常に綺麗めな印象が持たれやすいので、こういったねちょっと難しいナチュラルのねショーツを合わせたとしてもカジュアルになりすぎずにコーディネートが組めるので、よかったら参考にしてみてください。今さえなんですけどナチュラルはですね僕2月か3月頃に買ったので、その時ね一気に全部買うっていうのをやったので試着できなかったんですね。だから S サイズを購入して S サイズずっと腰元下ろして履いていました。オリーブだけ M サイズ、ブラックとナチュラルは S サイズなので、まあ、サイズ感ちょっとねそちら参考にしていただきながら、もしネットで購入する方試着なしで買う方はぜひそちら参考にしてみてください。そして次のおすすめ方法をご覧いただきましょう。それがこちら。はい、もう1コーデ組んでみました。パンツとバッグを変えただけなんですけども、基本的に上のね色彩に関してはかなり落ち着いた色彩のものを選んであげて、綺麗めのね印象があるようなこうアースカラー同士で組み合わせてあげたりとか、トートバッグってちょっと硬派なアイテムだと思うので、それを組み合わせてあげるだけでちょうど使いながらちょっとだけ程よい個性もありながらポイント組むこともできるので、よかったら意識してみてください。そんな感じです。はい、本日は今ユニクロで絶対に買うべきアイテムを皆さんにご紹介しました。そしてそんなアイテムをかっこよく見せる方法を、今回のアイテムだけに限った話ではないんですが意識するべき点などをご紹介しました。ぜひですね下の概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひそちら合わせてご覧ください。では今回の動画が少しでも参考になったりいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価チャンネル登録してコメントのほどよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上現地の動画でした。ありがとうございました。